さあ先ほどのハットから気持ちよくここは走り切りたい先行の01。そうですね、やっぱり先ほどの最後のハットしっかり受けたことが井戸のハットにつながってますよね。いい感じのハットでした。さあ村本選手また4ラウンドフィニッシュ狙ってくるのか。高校の上見ましたね。見ましたね。やっぱりさあ今日はちょっと4ラウンドへ行くのがうまくいってません。さあそしてあのカバーができなければ意味がないところなのに、そうですね、サボで外してしまいましたね。はい、そうなると少し大関選手がもうすでに楽な感じになりますね。うん、素晴らしい。さあ展開がワンレッグ目と逆になりました。はい、ちょっと今目を閉じたか。安定してますね。そうですね、出だしにちょっと失敗したのがちょっと痛いですけれども、はい、そうなるとひたひたと迫ってくる村松選手を感じながら投げなきゃいけなくなるこの大崎選手。まだでも先行ですし、はい、この点差ありますからまだ余裕持って投げれると思いますね。まだ余裕持って、うん、これで余裕が保たれましたね。そういうことですね、はい、一応これ360レフトで一応次転廃できる数字ですけど、ね、180でね。そういうことですね。さあここは転廃までは持っていきたい、うん、おっと60か57でなんとか転廃できないとなるということですね。ここでまさかの村本選手の180というのが出るかもしれない、うん、その目が見えてはありますが、まあこのトム80をうまいと出しちゃう人ですからね。そうですね、はい、先ほどから何回も見てますから。おっと2本入れてきた、2本入れてきた、先に転敗してきました。あの展開ではよく先に転敗が取れましたね。本当ですね。いやこれで相当しっかりと削っておかないと、んっと57いきましたね。57いきましたね。98レフト。さあ2連続トン80出るのか。うん、あ顔変わりましたね。変わりましたね。確かにそんな気がします。うん、トン入れた、入れた、入るのか、きた、360を6本で上がってきた。ナイスブレイク、これは強い、素晴らしい。いやーまさかの展開に大崎選手ちょっと苦笑い。いやー苦笑いになりますよね。いやーあの展開から先に転敗したと思ったら上げられたという、いや今の負けると まさかは思ってないですよ ね、 すよね大崎選手、はい、点差150点ぐらいありましたからね。はい、これ精神的にもちょっとこのレグ辛いですね。あそうですよね。いやそして今6本連続で入れている20トリプルに打つことができるチャンスを与えてしまった。これそうですね、今ちょっと大崎選手切り替えを先にしてなければいけなかったですね。はい、おっとここは外したが、もう入る気ムンムンしてます。やっぱり入れるんだな、まあ、もう1本狙ってきますね。はい、いやこれで選手もう全く後がなくなりました。厳しくなってしまいましたね。いやーこれで、うん、もう一本、もう一本欲しい。いやもう最低ラインです。本当に最低ラインです。最低ラインですが、はい、高校と同じ状況ですね。いやうん、17いきますね。で18ですね。18を見た、20いきましたね。ナイスナイン。いやーナインはこれは隙がない。うん、さあ大崎選手もうずっと9を打ち続けるしかないですよ。これ9最低でも7。そうですね、うん、最低の7ギリギリといったところでしょうか。食らいつくにはもうこれギリギリです。まあ最初の20のミスを除いては今大崎ちゃんと打ててますけどね、はい、やっぱ切り替えできてなかったんでしょうね、はい、
うわー、これで入ってしまうのか。15。いやー強い強い。799ホワイトホース。いやその前に20-20ですからね。ですよね。1回7マーク挟んだだけでずっと9マークってことですよね。そうですね。いやこれはあの360からの1080-1080でガラッと変わってしまいましたね。はい。いやもう圧巻のこの何スローかです。わずか何スローです。いやもうこれで決まってしまうのか。決めた。決めた。ストレート。まさかのストレート。いや大崎選手も入ってたんですよ。いや誰もこれを予測できなかったですね。いやー決勝へ臨むその勢い万全で臨みます村松選手。いやー圧巻の。いや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 これはすごいですね。いやー今何スローですか。 1,2,3,4 スローです。5スロー中4スローいますね。はい、1本しか外しませんでした、ね、そうですね、はい、いやー素晴らしい試合でした。残念ながら準決勝で敗れました大崎選手です、はい、いやー彼強かったですね。あのトンパチ2連発バカ野郎でした本当に。ないよねあれ本当バカ野郎。